ていうかさ、南京通りって南京行くんかな、まっすぐ行ったらねえ、確かに。見てよ、バドワイザー来ました。バドワイザー、しかも冷えてるよこれ、結構キンキンに冷えてる、ちゃんとしてるやん。まあまあ高いしな、700円、うん、そうやな。まあ、場所代含めてやろな、この場所やったら。確かに、うん、軽いな、チンタオビール、うん、やけど僕らさ、中華料理屋で食べた時さ、うん、結構ぬるなかったビール。ぬるかった、ぬるかったよね。だからここめっちゃキンキンやん。だからうまい、まあ、うまい、別にぬるいのまずかった。あれどこやったっけ、なんかめっちゃぬるかったな、そのまま持ってたの、うん、あれや、あっこやん、あの豚肉の、あのなんていうか、ラフティみたいな、ラフティのとこね、しょっぱなところやわ。そう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 、あのおばあちゃんのとこ、はいはい、おばあちゃんのとこ、ね、おばあちゃん、おばあちゃん店みたいな。でかいな、ニューヨークちゃうっつうね、ここ上海、上海。いや今日は帰国日ですよ、もう3日か、僕ら3日、まあまあ初日出た、初日っていうか日本で全泊入れたら4日になるのか、4日なのかな、うん、全泊入れてる、4日目やね、今日4日目、まあ、前泊って言ってもスタートしたら8時やからね、夜も遅かったよ、夜の8時から、うん、今回の旅行はね、この、なんやろ、OMD のでかいカメラが どこまで使えるかっていう実験やからさ。どう使えた？まあ、使えたんやけど、やっぱりね、うん、あの、アクションカメラはすごい使いやすいわ。これね、今ここに、うん、ソニーと。そうそう、ソニーと GoPro があるけどさ。美味しかったです。動画面白かったら、チャンネル登録と、そしていいね評価、よろしくお願いいたします。朝夜9時の動画まで、皆さん、さよなら。それでは、ちょっとこの辺り、お昼ご飯の場所探しながら歩きたいと思います。じゃん、最近なんかこのパターン多いね。